今年4月にソロデビューを果たした元リンゴ娘ゾナゴールド。シンガーとして女優として青森を牽引。ファッションやヘアアレンジ、メイクなどゾナ流のかっこいい、かわいい情報を発信します。です。今回のジョナスタイルはこちら、浴衣の時のヘアアレンジをご紹介したいと思います。自分でも簡単にできる浴衣の時のヘアアレンジ、一体どんなのがあるのか勉強していきましょう。リンゴ娘時代に撮影した浴衣姿、懐かしい、はい、ヘアメイクさんにやってもらいました。似合ってるね。ね、こちらは小さい頃の浴衣姿、前髪のピンがとっても可愛いですよね。もうジェイド、お姉ちゃんの顔も見たい、姉みたい、姉めくれねえかな。今回の力強い味方はこちらの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタイリストの好みです。お願いします。お願いします。早速なんですけど、はい、ドラッグストアに行ってみませんか。おお、行きましょう。はい、ドラッグストア。やってきたのは青森市のドラッグストア。ヘアアレンジに必要なワックスやオイル、スプレーなどを買いに来ました。たくさんの商品に悩むゾナゴールドさん。ワックスこれにしてみます。はい、じゃあこれでいってみましょう。はい、はい、決まり。はい、自分で決める。じゃあ次は混ぜるオイルですね。オイルがちょっと混ぜれるとツヤ感も出て、うん、綺麗になります。どうしよう。あと終わってシャンプーで洗い流すときに、うん、流れやすかったりします。ちゃんと一緒に混ぜとくと、はい、それは知らなかった。そうなんですよ、ね、最近これすごい話題じゃないですか。そうなんですよ、すごいよく見ますよね。アイドルがステージで踊っても崩れないっていう、そうそう、話題の。気になってたんですよ。こっち行ってみますか。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ今日こちらで、はい、やってみます。美容室をお借りしました。使うのはこれだけです。そのためにそしたらまずベースっていうのをちょっと作っていくんですけども、はい、適当でいいので本当に巻いていきます、はい、適当に、はい、適当でいいです、うんうん、あと一回巻くことで毛がちょっと柔らかくなるんですよ、熱を与えることで。そうなんです。なのでこうまとめやすくなります。そうなんだ、うん、知らなかった。一回こう取って、セットしてる姿見る。一回取って、はい、そこにオイルをピュッと混ぜちゃいます。でも混ぜて、はい、でこれポイントなんですけど、指の間まで全部伸ばします。伸ばして手串を通しながら全体に毛先にもみ込んでいきます。だからこの間にあった方がいいんだ。はい、こうやってこうやってこうやってこう下からもいっぱい寄せていきます。そしたらちょっとローサイドアップっていうんですけど、はい、下目にちょっと今回こっちに寄せていこうかなと思うので、はい、この持ってる位置をグググッとこっちまで、この辺、はい、持ってきてまとめてください。ここをくるりんぱ、はい、くるりんぱしていきます。こう隙間を開けて、ね、真ん中に穴、はい、そこに上から下に通します。はい、これを、はい、そうです。くるりんぱ、これよくやる、便利な技術ですね。すごい簡単なのに、で、ギュッと、はい、OK です。こんな感じですか。はい、そうです。適当に三つ編みしておきましょう、うん、そしたらそこをまたゴムで縫います。はい、爪で、はい、10本引き出すつもりで。すごいボリュームで、お花みたいな。そうなんです。いい感じ。引き出すテクニックでふわふわになりました。はい、そしたら次この下を適当にこう半分に割って、はい、これもざっくり取ってこの上で結います。おー、なるほど。はい、やってみましょう。結った後に遅れ毛を引き出します。この遅れ毛も柔らかな雰囲気を作ってくれるんです。はい、そうです、大事ですよ。そして先ほど結った髪も三つ編みにします。
あとは毛先から三つ編みをくるくると耳元に巻き込み、ピンで留めるだけ。もう完成か。まもなくですよ。遅れ毛はヘアアイロンでカールをつけます。なんか難しいことしてるように見える、はい、手持ちのピンをつけて華やかさをプラス。かわいい。最強のやつ、はい、もうアイドル界では今必須アイテムになっている、はい、こちらを。これはあと全体的にシュートしていただくだけでいいかと思います。はい、では、はい、ほい。もう自分で簡単にできちゃうじゃないですか。はい、そうです。それっぽい感じに。すごい。一応できます。浴衣に着替えてみました。こんなに簡単にできるんだって知らなくて、浴衣の時の、まあ、アレンジっていうのは自分で今までやったことがなかったので、こんなに自分で頑張って簡単にできるんだったら、自分なりにいろんなアレンジ楽しんで、もっといろんなバリエーションで浴衣の時の髪型も楽しめるんじゃないかなと思いました。